まあ、僕は日本の宝だなって思ってるんで。身に余るお言葉ですね。もうとてつもなく深い愛情を持って志尊君は毎日現場に立っていてくださったので、僕が心配なのはこのまますり減れってすり減って壊れないでほしいっていうのがやっぱり。神手進んでます。ステージから見て左の方です。伊崎花の素晴らしいところですか。もうあまりにも2時間ぐらいかかるけど大丈夫ですか。どうだろうな、まあ、まず、まあ、これはもうただの僕の意見だと思って聞いてくださいね。僕は杉咲花さんという女優さん、まあ、過去に仕事もしたことあるんですけど、やっぱり杉咲さんが出る作品を見てなんて素晴らしいんだろうって多分皆さんと同様に思っているんですけど、なんかそれが天才だからとか生まれ持ったものだとかって思われるのがすごく嫌なんですよ。それほど杉咲花という人間は、さっきのシーンでもそうでしたけど、こんなにも作品に自分の気持ちであったり時間であったりとかいろんなものを注げて、本当にそれこそさっきのお話じゃないですけど寄り添い遂げる人がいるんだっていうのをやっぱり一番そばで感じてたし、さっきのシーンでも言いましたけど彼女は自分で多分思い描いて余裕を持ってなんてやってなくて、もうワンシーンワンシーンもうこのままなくなっちゃうんじゃないかっていう追い詰め方をしてるっていう風に見えるぐらいすり減らして一つ一つと向き合ってるんですよ。だからそれは一個のシーン、悲しいシーンだからとかじゃなくて、それ以外のシーンも全て、そしてカメラが回ってない時の佇まい全てだから、もうもうだから僕が心配なのはこのまますり減って壊れないでほしいっていうのがやっぱり一番怖いけど、やっぱ花ちゃんがそれが仕事に向かうスタンスだから、なんかうまく共存できて自分の体もしっかり保てることができるんであれば、もう本当にこれから僕は日本の宝だなって思ってるんで、これからもっともっとたくさんの作品を届けてほしいなっていう、もうその思いでいっぱいですね、はい、本当に同意します。杉咲さん今の伺ってね、本当にねそうなんですよね。いかがですか杉咲さん。いやもうこれ以上ないほどの言葉をいただいてしまって、身に余るお言葉ですね。本当恐縮です。でも嬉しいです。本当にこんな風にね言ってくださるっていうか、やっぱそれだけこう自分にも想像しきれないぐらいのとてつもなく深い愛情を持って志尊君は毎日現場に立っていてくださったので、そんな方とご一緒できたことが自分にとってはもうかけがえのない時間でしたし、一俳優としても心の底から尊敬してますね。ありがとうございます。